こんにちは、利根川さんのね、確かに本当の自分を使ってないから今この程度でとどまっているというふうな考え方、痛いほどわかるんですよね。だからなんかね、利根川さんのセリフって読むたんびにお前俺に言ってんのかよみたいな風に聞こえちゃうんですよね。だからカイジをはじめとする福本さんの漫画っていうのは私たちの胸に刺さるんでしょうね。まあそこから生まれた言葉が手持ちのカードを使うってことなんですよ。初速が最大速っていう風な言葉も速解塾にはあるんですけども、まあそういった講義もしてるんですけどもね、パワーを温存している余裕はないでしょうと。最初から最後まで持てるカードを全部叩きつけて勝負しないと勝てないでしょうと。そんな余裕あるんですかっていうことなんですよね。だから明日頑張れやいやとかね、明日があるさってのはもう禁句中の禁句でですね、明日はないと、今日全てをかけてね、今日打ち死にする覚悟でやっていけば他の人間は温存してるからまあ有利でしょってことなんですよ。たとえ手札が豚だらけでエースもないし絵札もないしジョーカーなんて絶対ないよと思っても、結局手持ちのカードがそれならそれで勝負するしかないわけですよね。だから全力を尽くすっていうのは人生の最初からもしくは気づいた時から死ぬまで続くんじゃないかなと。全力を尽くすわけですよね、四方八方に手を残して手を尽くしてですね、まあ、そこまでやる人はあんまりいないから、これをやるだけで多分勝利するんじゃないかなと思いますよね。まずはもう最初の、リングに立つ時の意気込みが違いますよ、で今日はねちょっとジョジョの奇妙な冒険からちょっとねキーワードを出してこようかと思います。まあ、それはどういうことかっていうと、深い理由なんかねえよと、何も死ぬことはねさっきはそう思っただけだよっていうふうなセリフがあるんですけども、これはね主人公のジョウスケ君が敵の奥安君っていうのと、まあ、対峙した時に奥安がね深手を負うんですよ。でその深手を負った奥安を敵なんだけども救うんですよね。命の危険があった時に救うんですよ。それで奥安は敵だったはずのジョウスケにこう言うんですよ。おいおめえなんで俺を助けたんだ、俺はちょっと頭が良くないから分かんねえ、スパッと言ってくれって言うんですよ。そしたら深い理由はねえよと、あんなことでお前死ぬことはねえだろっていうような感じだったんですよね、さらっと。そっから奥安くんは徐々にその計算高くないジョウスケってやつの心意気に惚れていって、まあ名コンビになっていくっていう、まあそのきっかけなんですけどね、まあ、この感じってのはすごく大事なんじゃないかなと思うんですよ。というのが、まあ、直感を信じるとか言いますけどね、人間は第一感情でこうすべきって思うんですけども、必ず第二感情で計算高くなって、でも失敗したらどうしよう、でもやるだけ無駄なんじゃないかな、でもみんなやってないしっていうふうにね、要するに思考が感情を邪魔してるわけなんですよね。まあテレパシーを信じるわけじゃないんですけども、やっぱ直感で思ったってことは体が欲したんでしょうね。だけどもそこにいろんな理屈を後付けして、その理屈が正しい教育から来たものならいいんですけども、時代遅れの教育とかね、時間の無駄をしてる人たちの声だったり、ともすればたまたま横にいた人がそういうふうに支えただけなのことに心を奪われたりで、最悪はインターネットのどっかの掲示板とかコミュニティに入ってそこでのアドバイスを受けてその通りにやるみたいな感じですよね。いや自分が思うなら他人のアドバイスいらないでしょうって話なんですよ。だって他の人が代わりに選択してるわけじゃないですからね。だからね、私は思うんですけども、人の意見を聞くってものすごく邪魔なことなんじゃないかなと思うんですよ。ただ他の人が関わる場合はその人の民意をね尊重しないといけないところがあると思いますけども、こと自分の人生に関しては自分で決めていかないといけないし、じゃあ自分が成功した失敗したその煽りを周りの人が受けるんですかって言ったら大抵そんなことないわけですよね。自分の悲しみはそっと自分の胸で受け止めるしかないし、自分の喜びはやっぱり自分で噛みしめるしかないし、まあ喜びに関しては他の人にねなんかこう分け前をあげるっていうタイミングが結構多いんですけどね。でも自分の苦しみはねわざわざ人に話すことではないかなというふうに思っちゃったりねするんですよね。まあとにかくね、深い理由なんていらないんですよ。理由をつければつけるほどそれは言い訳にものすごく近づくんですよね。ダメだった時に理由がそのまま言い訳になるわけですよ。まあ、ですんで、感じたままに動いて、うまくいった時も勘が良かった、運が良かった、うまくいかなかった時も勘が悪かった、運が悪かった。そしてこの勘っていうのは山勘じゃなくって、繰り返し繰り返し思考を重ねた結果出てくる、まあ、自分のねまさに直感なわけですよね。だからその繰り返しの試行錯誤がないところにその直感は働かずに単なる山勘ギャンブルがあるだけだというふうに思うんですけどね。じゃあいってらっしゃい。